はい、本日はですね、夫婦の結婚記念日で京都に来てみたという動画になっております。はい、どうですか？いいね。実は結婚記念日でもあるけども、嫁とさん誕生日ということで、ハッピーバースデー。ありがとう。31歳になりましたね、はい、今日はちなみにおしゃれな格好してるけど、ちょっと写してよろしい？あ、いい。はい、今日はワンピースですね。はい、このワンピースはあれですよね、この間お金ちょうだいって言って買いに行ったやつですよね。そう、はいはい、でも1万円で足りなかったから、ジジャータ分はちゃんと自分出したよ。あ、足出た分ね。だから共同ドレスですね。あ、なるほど。共同ワンピースですね。今日僕もね、ちょっとスラックス履いてね、後でジャケット着て綺麗めで行こうかなと思ってるんですけど、はい、今日はね、記念日やから夜ご飯食べに京都に来たわけなんですけども、まあどうせやったらちょっと泊まろうかということでね、車で来ちゃうと2人とも飲まれへんから、泊まって2人とも飲んでイタリアンすんねんな。はい、ほんでさすがにちょっとこのままの髪の毛やったらね、もうボサボサなってるから、どうせ京都として来たついでなんで、お世さんに髪切ってもらって、うん、そっからイタリアン、夕方何時から予約しての？6時からね。ということなんでね、行きたいなと思います。もうお世さんとかね、ビフォーアフター一瞬で行きますよ。見てくださいね。では行きます。さあ、久しぶりのお世さん、どうなってるんでしょうか？それです。おー、お世さんです。お見送り中すいません、だいぶ行くじゃん。嫁田さんも一緒じゃないですか？あ、もうちょいしたら来ます。あすいません、お邪魔します。全然全然。はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。めっちゃ伸びてますね。ねえ、もうもっさりしますよね。もうどれぐらい切りますか？なんか、はい、あんまりベースは変えたくないんですけど、はい、もうどういう感じがいいんやろうなみたいな。でもまあここの長さは、うん、ある程度残しつつ、ここちょっとこう短くして、すっきり。わかりました。すいません、お願いします。お願いします。こっちやってもいいですか？映っても大丈夫ですか？北出さんです。いつからなんですか？4月から、はい、新卒ですか？そう。すごいね。20? はい、20歳。20歳、今週で21。あ、ちょうど一回り違います。はい、ということでね、行ってきました。どうでしたか、ヘッドスパは？すごい気持ちよかった。頭も軽くなりました。だからね、僕はね、髪の毛ちょっと軽くなったような感じなんですけど、今からまずはチェックインして、はい、晩ご飯の18時まではゆっくりしたいなと思いますので、はい、先にホテルに行きましょう。はい。ゆっくりするんだ。あれ？ゆっくりしてへんの？ちょうど映らないんですか？うん、いいじゃん。はい、ということでね、ホテルチェックインさせていただきました。このように綺麗なホテルだったんですけども、まあ普通のビジネスホテルですけどもね、はい、綺麗でしてた。うん、前だって友達泊まりに来たから。あ、泊まることあんねや。うん、なるほど。じゃあ今がですね、4時半ぐらいということで、6時にご飯なので1時間半ぐらい、ちょっと誕生日なのでね、31歳の誕生日なので、ちょっとなんかプレゼントあるかどうか見に行きますか？うん、決まってないよ、ほんまに。うん、決まってないから別に、まあ、あればな、うん、いいし、まあなかったら、まあ、見るだけ見てご飯食べたいなと思いますので、そんな感じで行きます。本日ご予約いただいたお店の方はどんなお店でしょうか？今日は言ったらワインをペアリングしてくれるようなフランスの料理店ですか？おフランス。そうですね、フレンチですね。イタリアン予約したつもりがフレンチだった。しかも間違えちゃった。場所は祇園なんですよね。うん、でも祇園も行くし、美味しいフレンチあるから、それ今度行こうね。あ、はい、それは強制です。あ、影がいい感じじゃん。あ、消えた。お腹すいた。イタリアだ。カリフラワーとシラスらしいです。こちらが今日の前菜です。5月の野菜畑という料理でございます。今旬のお野菜を約30種類盛り合わせでご用意しております。でそのままそれぞれそのまま召し上がっていただいても非常に美味しいですし、または毎日3種類のソースを敷いているので、このソースにちょこちょこつけながら召し上がってみてください。まずは手前の白いソースはあのレモンのソースです。ご用意しております。
揚げ物のお料理ですけれども、お野菜を4種類使っています。さあ、こごみにたけのこ、そら豆に、そして一番下にネギ坊主、ね、はい、お塩してますので、そのまま召し上がっていただいても美味しいですし、おしゃれ、おしゃれグラス、お魚、今日はヒラスズキンというのを用意しております。こちらにお魚とムール貝のお出汁がたっぷりのソース、ドライトマトの酸味や旨みと菜の花の旨みがしっかり溶け込んだ仕上がりです。他にも周りエビが隠れています。このお豆ってパン粉をまぶして焼いてるんですけど、そのパン粉、姿勢の嫁、すごいブルーだったプラスの香りを引き立たせるものと味わいの香りを引き立たせるものをご用意しています。甘夏、そしてあの白いものは2種類なんですが、上のアイスクリーム状になっているものはヨーグルトと、レモングラスという。びっくりした、やばっ、しっかりとるすごい、ありがとうございます。はい、どうでしたか。美味しかったです。よかったです。ごちそうでした。ちょっと夢園酔っ払っちゃったね。え、大丈夫かな。まだ大丈夫。ちょっと怖いね、顔が赤いから。だってさ、あの日以来赤くなるようになっちゃったじゃん。そっか、まあ、無理やせんようにね、はい、2軒目行きたいなと思いますけど。2軒目行きたい。行きたい、だってお誕生日だもん。ですよね、お誕生日じゃなくて2軒目行きたい。そうだった読み出したら止まらないんだよね、君は。そう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 。じゃあ行きますか。はい、お願いします。うん、ちょっと心配なのがモザイク越しでね、顔赤いのは別にいいんやけど、目も赤くなってくる。ちょっとどうなんかなと思ったりするんやけど、まあ、無理させんようにいますので。まだ気分かるから大丈夫。そっか、よかった。まだ7時ですけどね。7時半もあります、はい、7時半ですけどね、はい、まあ行きたいなと思いますが、誕生日順調ですか。31歳は非常に、31歳の滑り出しもめちゃくちゃいい感じです。あ、よかったです。じゃあ次行きましょう。はい、ただおしゃれな武家屋敷みたいなところに行けます。おしゃれですね。でもあそこのクラゲが雲になるえ、すごいいろいろ行ってない。大学がテーマだったんで。動画今撮ってます。あ、そうなんだ。モザイクかけてね。福井、何の動画ですか。 YouTuber、 私富山、富山ここだよね。何 Vlog ですか。そう、 Vlog。 ガチ、あ、ガチで、うん、あ、ガチなんや。ピリピリ。でもこんなノーマルでしょ。ノーマルクソブスやん。ね、かわいいから。めっちゃかわいい。はい、ということでね、行ってきましたけども、木屋町の方でバー行ってね、終わりまして、可愛い女の子たちと知り合ってね、はい、よかったですね、はい、なんか君いろいろ喋ってたけど、どんな話したの。いや、もうほぼガールズバーでした。あ、ガールズバーですか。もう最高でした。女の子取り組みがいて可愛かったです。巨乳の子もいたしね。巨乳の子もいたし、もう綺麗な子もいたし、ね、またチャンネル出てくれるって言ったけど、まあ出てくれたらいいけどね。うん、もうすごく可愛い、まあ、お酒の席やからな。そう、はい、まあこの辺で終わりたいなと思いますので、はい、あとはもう一軒行くかもしれんし、このまま帰るかもしれんけど、まあ一旦これで終わりたいなと思いますので、ね、はい、終わりましょう。はい、誕生日どうでした。最高、女の子たちに会えて最高でした。よかったね、うん、よかった、本当によかった。いい誕生日でしたか。いや、タクにもいっぱい喋れて楽しかったです。よかったですね。喋ってみたいな、喋ってないみたいになっちゃったで、ね、話喋ってるけど、はい、美味しかったです。はい、ということでね、じゃあこの後はもう帰りたいなと思います。あ、ホテルにね、帰りたいなと思いますので、はい、一旦もう終わりますね。終わりましょう。はい、いや、動画にはせんかったけど、久々のガールズバーどうでしたか。年を取ったなと思いました、自分自身が。ガールズバーあんま楽しくなかったね。そうね、じゃあ女の子若すぎたね。普通のバーの方が女の子喋ってもおもろいもんな。普通のバーというか、その居酒屋で、居酒屋というかバーとかで大人になった女の子とお話しした方が、知り合った方がな、そうそうそう、おもろいよな。で、一緒になりましょうって言った方が多分楽しかったかなと思います。いい子やったな。ガールズバーよかったな。ガールズバーよりも全然。ガールズバー出た後にさ、フラッと来た素人の女の子2人、いや君らの方がいいやんって言ったら、その子らエレベーターぶつかってたもんな。ギャルの2人ね。こっち見ながらな、えーとか言いながらな。時間何時か見てみましょうか。あ、もう今1時半です。1時半ですね。1時半
12時半ですね、はい、そしたらもう帰りたいなと思いましたので、この辺で終わりたいなと思いますけども、誕生日 V 誕生日と結婚4周年ということでね、動画見てもらって本当にありがとうございました。またね、来年もやりたいなと思いますので終わりたいなと思います。ありがとうございました。ご迷惑したの？ちょっと待って、俺携帯どこやったっけ？